この夏、有限会社トップスペース箱舟便事務局から代表交代のお知らせが届きました。昨年3月、創設者の上原雄平さんが召された後、妻の由紀さんが引き継ぎその任務を担っていましたが、この度バトンタッチした新社長はこの方、加藤慎さんです。7月1日に代表交代しました加藤慎と申します。上原さんのビジョンやゴールを引き継ぎながらも新しい形で進んでいきたいと思いますので、これからもどうぞ皆さんよろしくお願いします。クリスチャン家庭で育った加藤さんは、高校から聖書を学ぶためアメリカに留学し、大学卒業後2005年に帰国。大手ポータルサイト企業に就職し、新規サービスの立ち上げなどに携わった後、2年後に独立し、ウェブサイト、デザイン、映像制作などメディア事業を中心に多方面で用いられてきました。当時、上原社長とは個人的に関わりはあったものの、事務所の人々とは全く面識がなく、このようになるとは想像していなかったといいます。代表を探しているということではあったんですが、個人的には会社を継ぐという意識は正直あまりその時にはなくて、できる範囲でお手伝いしますということで、彼らが当時やってた毎週のコアミーティングと、あとまあその一部外部に委託していたシステムがあったので、それを内部に社内に入れるお手伝いをぐらいでやったらできると思いますということでお返事をして。しかしスタッフの菅野さんたちは確信していました。私たち祈ってたんですね。その祈りのまず一つにあったのが、ビジョンを共有してくださる方、そして教会に重荷がある方、この2つはすごく私たちが会社としても大事にしているところでしたので、また創業者の上原の思いでもありました。私たちその彼が立て上げたクリスチャンのつながりを力にするっていう、そこに立ち続けるときにやはりその2点は譲れないところだなと思って、その他にもいくつか祈ってはいたんですけれども、その祈りを全て何一つ取りこぼさずに神様が与えてくださったのが加藤慎さんでした。祈られている一方で、加藤さんを突き動かしたのは、代表を失い失意の中にいるはずの事務局のみんなが彼のスピリットを受け継ぎながら笑顔で懸命に箱舟便を守っている姿でした。その今まで上原さんがこう築き上げてきた働きだとか、スタッフの皆さんも本当に喜びを持って感謝を持ってこう関わっている姿だとかを見て、この人たちと一緒にやっていきたいという思いもすごいあったと思います。自分自身ももともと教会に対して何かしら働きをしたいという思いがあったので、ここでそれこそ自分自身が今までやってきたそのメディアのことを少しその箱舟便の働きの中でそこが少し弱い部分であったので、そこで自分が加わることでこの働きがさらに広がるんじゃないかという思いを与えられて、そうですね、一言で言うと もっと時間が欲しいっていう、いろいろやりたいことやできることっていうのはまだまだたくさんある中で、24時間もうちょっとあったらいいなって思うような日々ですね。それもそのはず、箱舟便の働きを挙げてみると、広告発送代行箱舟便をはじめ、ギフトカタログタラントの発行、さらにウェブ事業ではメルマガ、オンラインショップ、クラウドファンディング、ウェブセミナー、また最近ではクリスチャンサッカー選手の公式サポーターになるなど、他に類を見ないほどパワーみなぎるキリスト教広告代理店です。特に今は新代表として毎日のように宣教団体や関係者に挨拶回りをしています。そんな多忙の中にあっても、新しいことにチャレンジする喜びを感じているという加藤さん、さすが箱舟便に与えられた器です。やらなきゃいけないことはいろいろたくさんあるんですけれども、日々力が与えられて、体は疲れても心は元気っていう、そういう感じで、もともと一人で動いていたので、あんまりこう人前に出てっていうことは今までなかったんですけれども、そういういろんなチャレンジも日々感謝して楽しんでできているのかなとは思いますね。クリスチャンのつながりは力になるを合言葉に、さまざまなツールを提供し、クリスチャンを元気にする箱舟便ですが、今その言葉を一番実感しているのは
これまで一人で仕事をしてきた加藤社長のようです。一人でやってる時は一時期なんて言うんでしょう、一人でいろんなことができるっていうことが大切に思えてた時期があったんですけれども、まあ、ただいろんなことを通して、まあ、そうじゃないんだっていうことに気づいて、人は一人でやっぱり生きるんではなくて複数でいるっていうようにデザインされていると思いますので、周りとつながることで与えられる力によって支えられているなっていうのを日々感じますね。そのつながりの背後にはつながってくださる方々の祈りがあるといいます。教会からの祈り、あとはその箱根便事務局につながっている方々からの背後の祈りっていうのがものすごくあるなっていうのを思います。加藤さんが与えられたことも、新しく歩み出した7月1日からの歩みの中でも本当に背後の祈りがあるっていうことを感じるので、私たちがまず神様やクリスチャンから元気にされて、そして私たちが皆さんを元気にしていくことができるんだっていうふうにもう日々実感しています。取材だけの短い滞在でしたが、私も目いっぱい力をいただきました。新たな代表を迎え、さらに一丸となった箱舟便によって、このキリスト教会がますます元気になることを期待します。